子供がうんち大まみれの事件。よしやったぜ、完璧だ。見したんですよ、ママと。はい、あ、これ全部書いてください。これね、ここに携帯電話があるんだけど、はい、これを後で、はいはい、ママさんの女性アナウンサーが聞いて、はい、いろいろ言うらしいよこれを妻も見るってことですもんね。いやだからそれが一番怖くて、そうですよねそうなんですよ急にね、絶対バズってほしくないですし、なんなら最小の再生回数でいってほしい。ダメなんだ、伝えていかなきゃいけないんだからすごいジレンマだねこれ。確かに男性育休座談会、高い高いすごい、AI育児してる。いやもう絶対再生回数少ないと思う。いや大事ですからね。そうですよ、社会的にもね。はい、男性育休とテーマですから。そうですよね、はい、確かにね。再生数は伸びないと思いますけど、はい、誰が見んねんって話ですよねこれね最初に撮ったのは柳だもんね。そうでしたかね、アナウンス室でいうと。そうですね、はい、あれはなんで撮ったの。第1号ですか。2021年。もともと子供を産まれたら長めの休みは取りたいなと思ってたんですけど、はい、ただそれが育休という形にするかどうかっていうのは そんなにこう固めずにいたんですね。で、当時の助長に、妻妊娠したんですということを報告しに行ったら、もう2センチで、じゃあおめでとうと、育休取ったらみたいな感じで言われて、でそこに背中を押されて、まあ、2センチというかもう向こうからちょっと提案されて、そこに背中を押された感はありました。いや僕はもう別にずっと取らないです、1人目も2人目も、うん、で3人目ってなった時にもうシンプルに回らない家が。あ、そういう、そうだ、はい、まあ、そういう理由だよね。もうこれはもうどうにも回らないことになるんで休む以外の選択肢はないっていう感じです。いや、育児と家事があるじゃないですか。新生児育児と家事って多分両立はマジで難しいと僕は感じたんですけど、そのっていうか家をこんな風に妻が普段回してくれてるっていうこともあんまり気づけてなかったんで、家事、こんな家事っていっぱいやることあったんだっていうのを僕はそこで知ったっていう。こっちは二十数年一人暮らしだからねそうだから全部一人でできる、ね、そうですね、無力を感じた逆に。あ、だ泣いて、まあ、そうですよね、おっぱいないですもんね。おっぱい欲しい時に泣いてる、はい、娘を何したって泣き止まない。で最終的に入って6杯目で泣き止む。そうだね、確かに。ああ俺育休取ってるのになーって思うな。9ヶ月後に取った時に、はいはいはい、1日丸朝9時から夕方5時ぐらいまで、お母さん仕事に行っちゃって、食事中の方はごめんなさいね、もううんちまみれ大事件。そういう時に変えて、変えてる時におむつを変えて、ちょうどそのテープ式から履かせる式に移行したけどさ、ここがはばれるから全然履かせられず、しょうがないっつってこうここに乗せてね、こうやって履かせて、なんかこの、ああ最悪、このパンツでしたよ、これのパンツ綺麗になったね、履かしたらこれ熱くなって、あらモリモリモリですボイムチ、マスタードみたいなね、あもう替え玉ブラーって出てきて二玉かな、それでああってなって、うわだからおむつを取りに行かなきゃ、新しいで、まあ、とりあえずさ娘のここを拭かなきゃいけないと思ってお尻拭きを開けたらラス1だ、うわー怖い。でもうしょうがないから置いて自分脱いででもしたらお尻拭きの場所が分からないどこにストックあんのかなっていう。そうなんですよね。おむつ持って新しいの見つけて帰ったらもう子供がもうっていううんち大まみれ事件っていうのあって、もうそれを浴槽に全部入れてうんち落としたらそれ落として洗濯機入れて、そして浴槽のあの排水口にすげえうんちが溜まってるからそれを全部かき出してっていう。うんちはね結構ポコッと浮いてくるときがありますお風呂でした、はい、お風呂でかわいい手がもう一個あれば何の問題もないんですけどね。手になればいいよね今後。そう、手になりますっていう。これ大丈夫、この意見どうですか
いや、手に、手ぐらいになるような志で来んなや、みたいな。あ、そっか。可能性ありますよ。手じゃないか。難しいなぁ。体で来い、みたいな。ずっと能動的に。でもちょっとワンオペで、そうです。2人の小学生と幼稚園かな。はい、1週間近く入院するじゃないですか、うん、あの出産の時って。うん、なので、1週間、ワンオペ、2人。すごいな。そう。これが、その、うちの上の子が、小学校入りたてなんですよ。あの入学式の、もう次の日か次の次の日ぐらいに生まれたんです。なのでいろんなやることあるんですよ。名前書くだけでもめちゃくちゃいっぱいあるでしょ。名前書きがもうとんでもないですよね。何名前書きってあの持ってくもの全てに名前を書かないといけないですね。シール貼名前のシール貼ったり、あの油性ペンで書いたりで、それが、まあ、まず教科書とかノートで下敷き、まあ、大体そんなもんかなと思ってたんですけど、絵の具のその絵の具入れに書いてみたいな、もうクレヨンのクレヨン入れに書いて、で、あの粘土も上の蓋だけに書いて、で、よしやったぜ、完璧だ。あのちょうどあのいわゆるママ友、うちの妻のママ友が大丈夫って言って、そのちょチェックしてあげるわって言って、あの見したんです、そのママ友に。ドヤ顔でね。ドヤ顔で完璧ですよ。はい、あ、これ全部書いてください。あ、これ一個一個全部書いてください。これはですね、あ、ちょっと書き方違いますね、とか。何ですか、絵の具一個一個。貼るの？絵の具の蓋。すごい壮大な。のりの蓋。蓋シリーズ。で、単語帳ってのあるじゃん。数学のなんか算数足し算帳とかなんかあって、それがこうなんか200枚ぐらいをパチンと止めてあって、それバラバラにできるみたいなやつがあって、でまさか。で200枚書くんですよ。いやすごい。シールを最初に発注してればよかったんですけど、シールとかそのちっちゃいの発注してなかったんで、そのカードに全部手書きで、あの油性ペンの細い方で200枚。誰も取る仕事もそれぐらい頑張ったらもうちょいいい中世、確かにね。頑張ってるでしょ。確かにね。手を抜く時があるからさ。そうなんですよね。じゃ上司だからね。上司だからあんま笑えない感じになっちゃって、ね。俺もあの自己紹介するとスポーツ中継担当してるんですよ。はい、皆さんにも、はい、で結構オリンピックとか、はい、まあ、ゴールデンタイムの大きな物件を喋ってきて、すごい実績と信頼を得て、はい、だから取れるっていうのは、あ、そうですね、確かに。でそれに自分のキャリアがそこで足踏みするとか全くないし、むしろなんか会社的に見た時にあいつが取ったから次のやつも取りやすくなったっていう、うん、ただ30代でしかもレギュラーの帯の持ってる人って、ね、自分がいない2週間の間にやった代わりの人がとても良くて、うん、なんか制作があるやつやっぱこいつの方がいいなってなってしまう恐怖感とか、まあ、正直複雑な思いはありますよね。そのあんまり数字がこれで良かったりすると別にそこにどういう因果関係があるかなっていうのはもう置いておいて、ああ、いい場所なくなるかもなってイットの過去最高視聴率は僕は休んでとき決めない決めないの時ね、あれね、すごいスタジオがすっきりしてた。ディアンなこと言わないでください。家並みの時ちょっとなんか暑苦しいなと思って見てたんですけど、キムタクとフォトパンで、あ、なんかすっきりしてると思って、表彰されましたみたいな感じでメールとか入ってくるんです、どんどん最高視聴率すごい疎外感はあったけども、はい、一回外れちゃったらもうダメですよみたいな空気感じゃなくなれば、ね、いいのかな。またそのリスタートちゃんと出た時にと同じような形で戻ってこれるっていう
ような空気感が、管理者の立場から言うと、うん、なんとか回るかな、うん、大丈夫ね、建本育休取って大変だったけど取りなさい、はい、ただその代わり次の彼が取った時、ではまあみんなでカバーしようよっていうのは、だから木村拓哉がもしそう育休を取りたいと思いますって言ったら、はい、うん、頑張って人力車引けよっていう今あんまり引いてないの、さっき引いてくださいよテレビ、はい、そうなんです、みんなのニュースの時ですよね。だから黒瀬とかすごいなと思う、あの若さで、あの若さで迷わず育休を取るって、うん、男性あこれ言い方は難しいですけど、やっぱ自分のキャリアを止めてしまう恐れが、うんうん、自分が若い時ってそういうのあったのかな、もう何したら休みの日だけどこれできるやりますって、仕事は自分でどんどん食いついていくから、それを自分からはいちょっと休みますっていう勇気はすごい、うん、で育休とかの取るな迷ってるのは取った方がいいよみたいな声掛けはするようにしてるんですけど、黒さんもやっぱ決めてましたからね、そのね、そう取りますって、ね、そう実はなんか取るっていうのはやっぱ大きかったと思う、本当それもうちょいあの人事に届くようにいや本当に新しいなんか空気感ですよね、そのね、取るのが普通になりましたね、うちのアナウンス室ではね、うんうん、もう1秒の価値が若干違うんで、あのちょっと集中力上がりますよね復帰してからの、すごいあの生産性が上がる、なんか分かんないですけどダラダラやってたんだな今までっていう、そうね、はい、効率よくやろう、効率よくもう1秒の価値が変わる、やっぱ優先順位というか仕事を、まあ、断るようになったっていうのがいいことなのか分かんないですけど、うん、その仕事って回るかもしれないから、もうこれ若手もできるかもしれないしごめんなさいって言って、あの家の時間を優先する、だから優先順位っていう意味では明確に変わった感じはありますかね、もちろん仕事の家庭のために仕事も頑張るようになったけど、一番がここにあるっていうのはすごい仕事をやる上でも楽になったというか、仕事断る選ぶってイメージない、でも意外とこう離れた方がで違う人にその仕事回っていくし、なんかそう循環するんじゃないかなっていうのは思いました。まあ一等の数字が良かった時はやっぱあれもう全然プラスでしたね。育休やってる時より今の方が、なんだろう、朝のこの2時間、うんと可愛がる。で帰ってから寝るまでのその2時間、うんと可愛がるみたいなのができるようになった。でワンオペっていうのって聞いてたじゃないですか、世の中ワンオペ育児が問題になってますよ、いざあの子供がこう生まれいるっていう生活をするとワンオペやばいな、ワンオペ無理、うん、って思う、なんかすごい想像力が働くようになりました、育休期間中を経て、やっぱり2週間でも、うん、あの学びというかもう本当に初体験のことばっかりだったんで、まあね、はい、まあ、もうちょっと長めに数ヶ月っていう単位で休めるなら、そういう、うん、自分たちの家族のためにも会社が OK なら休んでみたいなって思ってますね、むしろ取んなかったらどうなってたかなっていうこの怖さがあって、全部置いてけ、もうなんだろう、学校の授業最初の何ヶ月いなかったぐらいの、全然ついていけないなって多分なっちゃってたと思うんですけど、そうだから多分取れる、この特にフジテレビであるならば今取りやすい環境にあると思うから、間違いなく取った方がいいよって、うん、かなと思います。で僕はあの子供の小学校の入学してからの1週間とかをやったんで、その時にあのやっぱ地域のネットワークがめちゃめちゃできるんですよね。その同年代の子供を持ってらっしゃるお父さんお母さんとか、あのそれ以外のお隣さんとかも全部そうですし、もう、ね、結構バババババッとできてるんですよ。でこれ全くなく、なんかバンって切り離されて仕事なくなったりとかすると多分めちゃめちゃ大変だろうなっていうふうにも思いますし、なんか一回仕事バンって離れてみると、そこはそこでできるものがあるんで、あこっちも結構ちゃんと楽しい世界があるよねっていうのがをなんか感じられたんで、なんかそのキャリアがどうとか子供がどうとか
そういうのもありますけど、まあ、一回仕事からバーンって離れる時間があると、それはそれで見えてくるものが多分あるんで、僕は取った方がいいなと思いました。その今若い世代に言いたいのは、取った方がいいよって、そのやっぱり20日間とか、そのあの魔の1日とかあるんですけど、血まみれ事件とか、ああいうのがあるからもうより愛おしくなるし、あ、なんとなくですけど懐く。まあそれはあります ね, ますね、うん、今までこう必ず母親のところしか行かなかったのが、パパのところに行くみたいな変わった気がするんで、 ね、その目の前の一つの仕事を取り逃したとしても、もっと得難い、ね、愛情がこう得られるって、ここがいいんじゃないかなと思ってますが、いかがでしょうか。もういい顔してましたよ。結構喋りましたね。やばいな、うん、カットしてほしいところもある。これだから、まあ、これ再生回数大してないと思うんだけど、はい、女性アナが見て何というかご覧ください。怖え。